はい、こんにちは。今回は桜の風景画を空想で描いたので描き方をご紹介していきます。で、以前に桜の風景をね、2回ぐらいこちらの動画の方でもご紹介しておりますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。まず今回使う色、コバルトブルー、ピロールレッド、アゾイエロー、ローアンバ、ローシェンナ。このローシェンナはね、あってもなくてもどっちでも大丈夫です。シタニウムホワイト、ランプブラックです。で、絵の具はね、こういったオレンジとかピンクっていう絵の具もあるんですけども、私のチャンネルではね、基本的に色はね、少なく最小限にして黄色とね、赤を混ぜることでオレンジも様々なね、配合のね、量によっていろんな色合いをね、作れたりするので、最小限の色合いで数は少なく作って描いていきます。で、まず上の方に空がちらっと見える感じでね、バーンと今回は桜をメインにしていきます。桜並木とかもね、描こうかなとか迷ったんですけど、まずはね、桜がね、ドーンとある感じで、桜の描き方っていうものをね、しっかりとマスターしておいてからのがね、いろいろね、応用もできますよね。で、今回はね、ちらっとこの辺りにね、遠くの方の桜並木がぼんやりちらっとね、あるかなーっていうね、イメージで、メインに桜をもうバーンと持ってきてね、描いていきます。で、まずは空の色合いを作っていきますね。チタニウムホワイト、白に青を少しずつ混ぜて、あんまりね、パキッとした色合いにならない程度にね、しておきます。淡いブルー、そこにほんのちょっとだけ、気持ちほんのちょっとだけ赤をね、加えておきます。そしてもう一つ、もうほんのちょっとこちらもね、茶色を加えることでね、ちょっと落ち着いた色合いになります。この落ち着いたブルーを、上の方に、ファーっとね、入れたら、ここからね、いつも使っているメインのハケ、ホルベインのハイラックブラシナンバー102番、これでふわふわふわっとね、ぼかすようにして広げていきます。で、ある程度ね、上の方、だいたいどうでしょう、この4分の1ぐらいのところまで塗ったらいいかなと思います。でね、まず桜の木をドーンと持ってくるので、イメージとしてなんとなく描いておきます。これ結局消えてしまうのでね、自分の頭の中にこんな感じにしようかなっていうね、イメージとして今描きました。で、まずは桜を描いていくんですが、桜の奥にあるね、影の色合い、そういったものを先に描いていきます。そこからどんどん幹を描いて、桜のね、色合いをつけていきますね。で、まずはね、青が多い、青紫を作ります。ね。で、赤はほんの少しですね、の青紫。そして、青に茶色と黒を混ぜたね、濃いめの色合いも作っておきます。そしたら今度は赤の多い赤紫を作ります。赤にほんのちょっとの青を混ぜて作っていきます。はい、そしたらね、今度は赤と黄色を混ぜてオレンジを作ります。で、このオレンジも、しっかりとオレンジを作ったら、ここにほんのちょっとの茶色、ローアンバ、茶色を加えます。で、これだけね、まず3色ぐらいに作っておきますね。そしたらまずね、ハケにとって、この今ね、なんとなくのね、骨組み描いたところに、今作った色の影の部分を乗せていくんですが、なるべくこの木の幹の間のあたりはね、濃くなってくる部分なので、そこをメインに濃くなるようにしながら、もうこのね、描いた部分はもう全体に消えてしまっても構わないので、まずは全体に入れていきます。まずは青の濃い、青紫をね、バーッとのせます。そうしたら今度は赤紫を青紫の上から重ねるように、部分的に重ならない部分がふんわりちょっと残るかなっていう程度にですね、青紫の強い部分、赤紫の強い部分っていうのを作りながら、
上からね色合いを重ねていきます。でも全体にバーっとね描きました。そうしたら今度はそこに白を混ぜてちょっとねワントーン淡めの色合いをねつけておきます。でこれを今度は今描いた、影の部分ですねの色合いの周りの部分、空との境目の周りの部分にわーっとね馴染ませていって伸ばしていきます。これも今ちょっとね、色が濃かったのでさらに白を足して淡めの色合いにしましたね。で空との境目の部分がふんわりとぼやけた感じになるようにねしていきます。そしたらね今ちょっとここで別に、赤に白をたっぷり混ぜて淡いねピンクを作りました。これはねこの辺りにちょっと遠くの方の桜並木がねちらっと見えるかなっていう感じにしていきたいなと思うのでそこの部分はねちょっと色合いを変えておきます。でさらにこれ先ほどの塗った部分のさらに空との境目の部分に白を乗せて色をなじませて自然な感じにねなじむように全体をねぼかしていきます。ふんわりとねぼかしていきますね。でこのね最初に作った、青のね濃い色合いとかも部分的に影になる部分に入れて全体にぼかしていきます。でちょっとね最初に色の説明をするときにね私この緑をね入れ忘れてました。このねサップグリーン緑とローアン、サップグリーンとローアンバー緑と茶色を混ぜた色合い、これにさらに黒を加えて、かなりね深めのね緑を作ります。でこのあたりは遠くの方の桜並木がちらっと見える部分ここにね乗せたんですけどもねちょっとね鮮やかな色になりすぎちゃったので今茶色を乗せてでハケにとってねふんわりとねぼかしていきます。これもねあんまりこう目立たないようなねちょっとぼやけた感じにしたいのでここからね色を調節しても黒を直接塗っていますけどもこれね、乾いてない段階で上からのせていくと自然と絵の具が馴染んでくれるので、深みのある緑になっていきます。でぼんやりとね遠くの方に見えるかなって感じにかけたらまずは木の幹の部分をまたさらに、上からねバーっとね描きましたね骨組みを。はい、そしたらねまたここでハケでねぼんやりとねぼかしていきます。これは、今描いた木の幹を部分的にぼかしているんですがこれはね奥の方にあるね幹がねぼんやり見えるかなっていう感じにするためにねまたちょっとぼかしました。でさらにここから手前にある、木の幹の部分をまず土台を黒でバーっとね描いていきます。黒といってもこれちょっと茶色が混じった焦げ茶色です。そしてねここからペインティングナイフで今描いた、手前のね木を厚みを持たせてね質感を出す描き方をしていきます。この木の描き方はね様々なね今までの過去の私の動画の方でご紹介しておりますのでねよかったらそちらも参考にしてみてください。まあ大抵ね木のある風景の時はねこの描き方を取り入れて描いております。でね黒にほんのちょっとの茶色を混ぜます。でねこのようにたっぷりとつけたら今描いた木の幹の土台の部分にね、少しこう盛るような感じでね絵の具をたっぷりとのせていきますね。ペインティングナイフの裏の部分にたっぷりとつけて絵の具をのせるような感じでちょっと厚みを持たせてねまずは木の幹に伸ばしていきます。そうしたらねこのペインティングナイフの先端の部分を使って今塗ったのせた絵の具に傷をつけていきます。このようにねまずは縦にバーっとたくさんのね傷をつけますね。はい、そしたら今度はペインティングナイフを横にしてちょっと半円を描くように左右の隅から中央へ向かって半円を描くようにして、傷をつけていきます。
こうするとね、木の幹に立体感をね、出すこともできます。で、左右に傷をつけたらまた再度縦に傷をつけていきます。で、もうね、これでね、しっかりと木の幹にね、ボコボコとしたね、傷がつきました。そうしたらね、ここでね、一旦ね、乾かしていきます。で、このね、ちょっと今その前に、ペインティングナイフの横にね、絵の具をつけて、細い枝もね、こうやって描いておきましたね。で、ここでね、乾かしていくんですが、今までね、動画の中でこれね、何回もやっているんですけども、完全に乾かすバージョンもあるんですがね、このね、半乾きくらいでも大丈夫です。むしろね、その方がね、描きやすかったりもします。で、ある程度半分ぐらい乾いたかなっていうぐらいになったら、ローシェンナに黒を混ぜますね。で、ローアンバーも混ぜます。で、ここで黒の量を調節していきますね。で、これで私ね、色を作ってて気づいたんですけど、結局これね、ローアンバーになるんですよね。ね、同じ色だって思ったんですけど、微妙にね、黄色みが強いかなって感じですね。で、ちょっと白を混ぜて明るめの色にしていきます。ローシェンナがない方はね、ローアンバーにほんのちょっと白と黄色を混ぜると、こういった色合いになるかなと思います。そしたら、このペインティングナイフの裏に今度はね、薄くつけておきます。ペインティングナイフの裏と横に薄くつけます。この時にね、たっぷりつけてしまうとうまくいかないので、平らにして余分な絵の具がつかないようにしておきます。そしたらね、今回は左から光が当たっている設定にするので、まずは左側の隅にこのようにポンポンとね、今の作った色合いを乗せていきます。そしたらね、今裏にね、薄くつけた色があるので、これをね、軽く触れるようにね、ポンポンポンとね、今傷をつけた部分にね、乗せていきます。そうすると、このね、先ほどたくさん傷をつけたことで、この木の幹にね、凹凸ができてるんですよね。凹凸ができてるので、このね、ボコボコとした部分にだけ明るい色がついてくれるんですね。そうすることで、いや、なんかこのね、めくれ上がって剥がれそうなね、この木の幹のガサガサとした質感を表現することができる描き方なんですね。もうね、これはね、私の動画では毎回というかね、木の描き方の時に何度か説明しているので、いつも見てくださってる方々はね、もうね、ご存知かなと思いますが、で、このようにすることでね、木の質感っていうものをね、出しながら光と影を表現することができるんですね。で、ここで今度はね、ローシェンナをつけて、また再度この光の当たっている方を中心に、まずは横の部分でちょんちょんとつけたら、平らな部分を木の幹の左側を中心にポンポンポンと触れるようにしてね、明るい色合いを入れていきます。そうするとね、だんだんとこのね、色合いにもね、深みが出てきて、木もね、だんだん立体的になってきて、そしてこの木の幹のガサガサとしたね、質感も徐々に出てきましたよね。こうやってね、傷をつけて描くことでね、リアルな木の幹っていうものをね、表現することができるんですね。これもね、2段階、3段階というように、まずは色合いをね、このように重ねて徐々に明るくしていきます。もうこの時点でもだいぶね、立体的になってきました。これ最後の方でね、さらに木にね、苔とかもね、生やしたり、桜の色合いをね、反射の色合いも描き込んでいって、さらに深みを出していくので、まだこの段階ではベースと思ってください。その感じでね、まずが描いておきます。しっかりとね、描いておきます。はい、である程度ね、これで光の色合いも取り入れて描けたら、今度は桜を描いていきます。このようにね、ちょっとボサボサになった、固めの筆があるといいですね。こういったね、筆、固めの筆で、
ボサボサっとした感じにさせておいて、まずね、先ほどね色を使ってしまったんで、もう一度今色を作ってます。青の強い青紫に白を加えて、さっきよりもねまた一段階明るい色合いにね作っておきます。でそこに、赤もちょっと加えて、青紫、淡い青紫を作ったら、まずは、これもね日の当たっているとこ当たってないところっていうのをね、なんとなくこのね塊に、ちょっと塊になるような感じかな、部分的に下の影の色合いが消えない、全部ね消さない程度にねわーっとねのせていきます。そしたら今度は赤みの強い紫色、赤紫の先ほどよりもワントーン明るい色合いですね、これを今塗った青紫の上から部分的に重なる部分を作ったり、重ならない部分を作ったりしながら、でこういったね木の幹のね部分も全部露骨に出ているとおかしいので、部分的に隠れる部分、それしてちょっとね、木の幹があらわに見えている部分も残しながらね、塗っていきます。で今またこれね新たにね色を作って乗せていますが、このようにね毎回乗せるたびに色を作っていくっていうのもねポイントなんですよね。でこれね、オレンジ作りましたよね。オレンジ最初に作った色合いに白を加えて、でこの時ね筆に赤紫が残った状態で混ぜているので、若干ピンクもね赤紫も入った状態の、色合いですね。このようにね、ちょっと複雑な色合いなんですが、ピンクにほんのちょっと、淡いねこの肌色というかね、そういった淡いオレンジ色が混じったような色合い、こういった色合いもね作りながら部分的にね色を重ねていきます。で今これね、淡いオレンジ色のせたら、またその上からねその筆のまま青紫を取って上から重ねたりとかねしながら描いていくと、本当にね複雑な様々な色合いができてくるんですよね。もうねこれ描いてる時の一番のねポイントとしては、その都度その都度ね色を調合して作っていくっていうことですね。そうすることでね毎回多少なりともねこの配合ってものが、色の配合が変わってきますよね。そうすると本当にね様々な色合いができて、色に深みが出てきます。でここからねちょっとこのね扇筆も使っていきます。扇筆を使うときはちょっとね、角度をつけていく、横に寝かせるようにして徐々に寝かせていくようにして角度をつけていくとね描きやすいですね。こういったね一番端の部分、このね扇筆の端の部分をちょっとボサボサっと広げた状態でポン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 とね徐々に寝かせるようにしながら描いていくといい感じにね描くことができます。こういったね木のね一番端っこの部分っていうのは、しっかりとねこのこういった扇筆で描いてあげるとよりいいですね。でこのね真ん中のあたりは、先ほどのボサボサになった固めの筆で描いてあげる感じですね。でまたこれ今ね赤紫に白を混ぜて、で青を混ぜて、ね、ちょっとピンクがね強い色合いのさらに明るい色合いを作ったりとかね、毎回毎回こうしてね色を配合していきます。でまたこれ今色を作ってますね。これもオレンジとピンクがちょっと混じった色合いだったりね、青の強い色合い、こういった色合いも複雑な色合いで重ねて描いていくといいですね。徐々にねこの明るくしていきます。このねだんだん最初にね影の色合いを入れて、そこからだんだんとねこう明るい部分をのせていく。でこののせていく時もね影の部分を全部消さないようにね、部分的に影の部分が、塊で残したりまばらに残したりしながら、この明るい部分も
塊で明るい部分を作ったり、まばらでふんわりと明るくなるようにしたりとかするとね、立体的に描いていくことができますね。だんだんとね、桜っぽくなってきました。そしたらね、ここでね、細い筆を使って枝を描き込んでいきます。このようにね、桜とか描くときはね、枝を描いてね、花を描いて、また枝を描いて、花を描いてっていう風にね、繰り返し繰り返し描いていくと、自然な感じにね、花の隙間から枝が見えてる感じをね、表現することができます。で、ここからね、今作ってるのは、ローアンバと、白と茶色かな、あとローシェンナも少し入れた色合いかな。この色合いで今描いた細い枝の光が当たっている部分のね、ハイライトをね、乗せています。こういったね、細かい作業なんですけども、だんだんとね、ここから細かい作業が増えてきますけども、このね、ちょっとしたね、細い枝とか太いこの木の幹にも光が入ることでね、こうね、だんだんと光っていうものが生まれてきますよね。あ、こちら側から光が当たってるんだなっていうね、感じをね、だんだんと出てきますね。で、また枝を描いたら、その上から部分的に枝をね、隠すようにして、上から重ねていく。これをね、何回も何回もね、繰り返していきます。で、その都度色も作っていきます。この絵を描くときっていうのはね、雰囲気をこうね、描く前にどんな雰囲気の絵にしようかなっていうね、想像がね、膨らむと思いますが、今回はね、この桜っていうものの持つね、独特なこのね、魅力的な、神秘的なね、幻想的なこの色合い、そしてこのドーンとね、太い幹をしっかりと描くことでね、この桜のね、存在感っていうものをね、引き立たせる描き方をしました。で、この柔らかいね、ふんわりとした優しい空気感、雰囲気を出すために、最初にね、このハケを使って、ふんわりとね、色をぼかしましたよね。ふんわりとぼかした上から柔らかい色合いを徐々にこうね、重ねていく。そういったね、ぼかしを使ったりとかね、明確に描く部分、描かない部分っていうのをね、作っていくといいですね。で、このね、今右のところに、ちょっとここに川がね、スーッと見えてるといいかなと思って描いたんですけど、これね、描いちゃう。明確に描くとなんかね、こっちに目が行っちゃうんですよね。桜がメインなのに川の方がなんか目立っちゃいましたよね、さっきのね、ピーって描いた状態だと。なので、こういう時はね、今ね、ハケを使って手前のね、雑草でふんわりとぼかしてますが、今ね、ぼかしたことでこのね、メインの桜がぐっとまたね、引き立ちましたよね。こういったね、ちょっと想像をさせるというかね、この絵を見た方が、あ、こちらの方、奥に土手があって桜並木があって、ちょっと川があるんだなってね、うっすらそういう風にね、感じ取れる程度に、ちょっとね、ぼかして曖昧にする部分を作ってあげることで、よりね、この桜がドーンと引き立ちます。で、今ね、さらにここから枝のね、黒い部分を、はっきりとね、描き加えて、またハイライトの光の当たった部分もね、付け足しましたが、そうすることでね、このふんわりとした桜がまたね、キュッと引き締まりましたよね。こういったね、明確に描く部分、曖昧に描く部分ってものをね、作っていきます。で、今これね、桜の幹に苔を生やしています。これはサップグリーンとローアンバーと黒を混ぜた色、それからね、淡い色合いのところはちょっとそこに白を入れてね、ちょっとこうね、苔が生えてる感じとかも入れていくといいですね。で、あとこれ今右側の部分、またね、指の腹を使って、もうね、筆使ってないですね。もうね、指の腹で描いてしまってますが、このようにね、
ふんわりとぼかしたい時って結構この指の腹を使ってこじりつけるようにね、絵の具をつけていくと、自然な感じにね、柔らかさってものを表現することができるんですね。このね、表現したい雰囲気に合わせて描き方をね、工夫してちょっと描いていくといいですね。何をね、メインに見せたいか、どんな空気感にしたいか、雰囲気にしたいかっていうのはね、最初にある程度明確にしておけば、もうあとはね、自然に感じるままにね、こういった感じで描いていく、心で描いていく、そういったね、風に、進めていくといい感じにね、表現できるかなと思います。はい、ということでね、完成しましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。これをね、参考にしていただいて、このままそっくりにね、描く必要はないんですよね。ご自身の好きな色を使ってね、ぜひね、ご自身の色合いで表現してみてください。例えばね、ピンクがもっと強い色合いがいいなと思ったらね、そういった感じに、してみるのもいいかなと思いますね。はい、ということで、最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの高評価の方もよかったらよろしくお願いいたします。